はい、どうぞお座りください。初めてですね。はい。お名前は？え？お名前と年齢は？そんなこと聞いてどうするつもりですか？あ、私のこといろいろ調べて付きまとうつもりなんですね。記者だからって信用させといてストーカーでもするんでしょ？違います、違います、違う。私医者だから普通聞くでしょ、仕事だからそれが、うん、ねえそうですすいません、はい、お名前は？岡部ひろ子です。はい、お年は？23歳です。23歳ね、岡部さんね。はい。体の具合が悪いんですか？私の体のこと見てどうするつもりなんですか？違います、医者だから、私医者だからね、一応聞くでしょ、体のことは。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。体は、ちょっと熱っぽくって、うん、風邪ひいたかなと思うんですけど。あ、風邪ですか。はい。じゃあちょっと、喉見ましょうかね。はい。じゃあ口開けてください。はい。違う、喉が赤いかとか 見るんでしょう、普通は。はい、わかりました。いいです、わかりました。落ち着いて。よし。じゃあ、調子いいか出すから、上脱いでください。わかりました。聴診器やります。もういい。わかりました。落ち着いて。どう。多分これはインフルエンザでしょう。はい。注射打ってみましょう。よし。はい、はい。違う病院行って。ありがとうございます。大事に。ああ、疲れた。今日は暇だな。暇ですね。うちか？みたいですね。先生、休館です。あ、見よう。はい、よくなって。すいません、ちょっと熱っぽくて、今朝から。お前かよ。お前だけかよ。今日は暇だな。暇ですね。帰るか、じゃあ。うちか？みたいです。先生、休館です。あ、見よう。はい、どうぞ。はい。これ、よくなって。はい、どうしました？歯が痛いんです。それかよ。だったら歯医者行くよ。他は何ともないんですけど。何ともなく歯が大怪我してるよ、お前。今日は暇だね。暇ですね。帰るか。帰りますか。うちか。先生、休館です。あ、呼んで。はい、これ、こうなって。はい。はい、どうしました？ベッドが壊れた。ベッドが壊れちゃったよ。やだ、ベッド。どうすんの、これ。ベッド直してよ。もう。